ドリナの橋は、ユーゴスラビアのノーベル賞作家、イボ・アンドリッチの代表作。作家自ら幼少期を過ごしたドリナ側に面する、ビシェグラードを舞台にした歴史小説。第二次世界大戦中に、ベオグラードで書かれ、1945年に、ベオグラードで出版された。1961年に、ノーベル文学賞の対象となった。翻訳は、公文社より、 ドリナの橋単工本、松谷賢治が1966年に出版されている。1900年のソコルルメフメトパシャ橋オスマン帝国の名祭章ソコルルメフメトパシャは、生まれ故郷の近くを流れるドリナ川に、立派な石橋を建設するよう見回る水難に命じた。ソコルルメフメトパシャには忘れられぬ過去があった。少年時代、キリスト教徒の親元から引き離されて、 トルコ人として教育を受けた。小舟に乗せられサバ川の支流通りながを渡って遠いとに旅立って行った日の暗く苦しい思い出を忘れなかったのだった。成人の後、彼は大出世をして最小の地位まで登り詰めて三代のスルタンに仕えた。 1577年に10年の歳月を費やして、ソコルルメフメト・パシャ橋が完成したが、サファビー朝・アペルシアとのオスマン・サファビー戦争中、1579年に、ダルビーシュに化けていた、サファビー・アペルシアの患者の手にかかって、ソコルルメフメト・パシャが暗殺されてしまう。しかし、完成した白く美しい石橋は長く、世に残り、人々の暮らしや、 時代の流れを見つめ続けることになる。大洪水が人々を苦しめたこともあった。秘伝に打ちひしがれ橋から身を投げた娘もあった。交通の要衝となった橋の両岸には町が栄えていく。やがてトルコが衰退してこの橋は国境になる。第一次世界大戦が勃発すると橋を渡ってオーストリア軍が進駐してきたが、1914年に 戦局が不利と見るとこの橋を爆破して退却していく。セルビアクロアチア語で、橋を表すセルビアクロアチア語、モーストではなく、トルコ語、KPRS からの借用語である、セルビアクロアチア語、キュープリーヤをタイトルに使用しているが、これは、ソコルルメフメとパシャ橋のトルコ語名称ソコルルメフメとパッシャ KPRS を暗示し、オスマン帝国の影響を、 象徴的に表現するためである。ありがとうございます。